してみる。ちょっとさ、元気で電話してみる。いきなり。いきなり。もしもーし。やだ。もしもし、久々。何？いや、元気かなと思って。それから何とか言ってごめん。久々元気かなと思って。今さ、あのスノボ来てて、でちょっとあの当時のスノボの話をしてたのよ。そうスノボよく行ってたじゃん。で電話してみようかなと思って、久々だなと思って、そうそう電話してみた。どこに行った？上越国際。あー、なんかあんな一般庶民とかがいっぱいいるとこだ。切られちゃった。一言目で僕なかったですか？やだ。やだ。やだ。変わりすぎだろ。やだ。またかかってきてない？かかってきてない。で出る？あ、もしもし。今切った。あ、ちょっと消えちゃった。あ、そう。うん。スノボやってて、うん。元気かなと思って電話したって感じ。そう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 。だから当時の思い出をちょっと入れてて、なんで滑るようになったかって。そう。その時に。あのその時付き合ってた人があの営業やってたじゃん。でその時になんか土日にさ仕事あったじゃん。何やってんの？ご飯食べてる。ご飯食べてて、そうそう。でなんかそう当時さ土日しかなくて、でそれでなんかなんだろう、うち滑れないのになんかよく一緒に行ってたじゃん。そうそう、なんかその現地集合現地解散みたいな、現地集合って現地まで一緒に行って解散して、あのうちがスノーバのコーチのとこ行って昼間だけあの一緒にご飯食べて、また午後解散してちょっと泣いた一緒に滑って帰るみたいな。聞いてる？あれ聞いてる？ちょっと何か、ちょっと何て言うか分かんないっす。え？ちょっと何て言うか分かんないっすね。え、嘘よ。え？いやいや。ちょっと何？いや、ちょっと。記憶に…あれ記憶にない？記憶にない。あれ人エピソード捏造そう？いや、世界線変わったっすね。